乗り物探検隊学習編。あ、薬屋さんだ。薬屋さん、薬屋さん、薬屋さん、うん、ねえ。ここはお蕎麦屋さんでしょ。お蕎麦屋さん、お蕎麦屋さん、お蕎麦屋さんですよ。ここは、わかった、ピザ屋さんでしょ。ピザ屋さん、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 ピザ屋さんですね。飲みたいだとかアップルが飲みたいだとか。あ、そや君たちは字というものを知ってるんですか。字って何ですか。くーやだな、あいうえお、かきくけこなんてあるでしょ。あいうえおとかは知ってるけど読めないわ。あらま、字が読めなくてなんでラーメンだとかハンバーグだとか言えるんですよ。うん、それはね、ヒーリングかな。ヒーリング、ああ、あの氷の上滑らしてほうきで吐くやつ。いやだ、それはカーリングでしょ。もうしょうがない。なことはどうだっていいんですよ。そうだ、今日は君たちに字を教えてあげましょう。それもいいけど、ジュース飲んでからにしましょう。ダメです、字を勉強してからです。そんな、そんなもこんなもありません。いいですか。そうだ、君たちは乗り物探検隊員なんですから、乗り物であいうえおを勉強しましょう。うん、それなら面白そうですね。そうね、面白そう。よろしい、それじゃあまずあいうえお、かきくけこ、さしせそ、これからやってみよう。さしよう。最初はあ、ご一緒に。あ、この列車の名前は朝霧です。そう、朝霧、朝霧のあはこういう字を書くんです。その他にはアイスクリーム。確かにアイスクリームもあがつきますけどね。アイスクリームのあはカタカナって言うんですよ。今日はひらがなだけを勉強するんです。ねえねえ隊長、朝間のあも同じ字なんですか。そうそう、あとつくものはみんな同じ字です。あんみつのあもそうよね。だから乗り物で行く。もういいです、次行きますわ。次はい、ご一緒にい。この列車の名前は石槌です。石槌のいいっていう字は縦に2本棒を引くだけだから簡単ね。うん、そうだね。その他には石焼き芋、いが2つも入ってるでしょ。いが2つ入ってるとかそういう問題じゃなくてですね、列車の名前でいのつくもの。いいじゃない、食べ物の名前の方がすぐ思いつくんだから。まあ隊長、この列車伊勢島ライナーもいがつきますね。よくわかりました、伊勢島のい。私は石焼き芋のいの方がわかりやすい。だからいいですか、君たちは乗り物探検隊なんですから、乗り物の名前で勉強するって言ったでしょう。はい、わかりました。じゃ次行きますよ。この字はう、ご一緒にう。今度はこれビール。そう、ビール、お風呂上がりに最高。ビールはうがつかないでしょ。知ってるわよ、ビールを運ぶウイング車でしょ。知
知ってるなら最初から言えばいいでしょう。でもウイング車のウはひらがなじゃないような気がするんですけど。乗り物の名前はカタカナが多いからカタカナをひらがなに直したんです。アイスクリームの時はダメだったくせに。それは食べ物だからです。乗り物はいいんです。ずるい。ずるくてもなんでもいいんです。この字は絵です。ご一緒に。この列車についています。エアポートです。そう、エアポートの絵です。遠足の絵もそうよね。だから食べ物じゃなくて。あら、遠足は食べ物じゃないですけど。あ、そうか、遠足は食べられませんからね。そうでしょ。でも乗り物じゃないからダメです。ねえ隊長、隊長、うん、エアポートの他に絵のつく乗り物は何ですか。エアポートの他には、次行きましょうね。これはお、一緒に。お、おはこの列車についています。オーシャンアローのおですね。その通り。おっていう字はあっていう字に似てるわね。本当だ、似てるね。じゃあおとあは間違いやすいから気をつけないといけないね。ははー、いいところに気がつきましたね。その通りです。この列車もおがつくのよね。おかしいじゃなくて、おそばじゃなくて。3つの文字じゃなくて5つの文字だよ。あ、お味噌汁。ブー、残念でした。おほうつくでした。おう、そうでした。これはか、ご一緒に。かカーキャリアのかですね。そうです。さっきのあからおまでをあ行って言うんだよ。そしてかからこまでをか行と言います。か行ってお家の仕事のことでしょ。そうなんです。隊長の家のか行は乗り物探検隊。家の仕事のか行じゃなくて、かきくけこのこともか行って言うんです。なんだそうなの。もう知りません。最初の字だけは教えてあげますから、後の乗り物の名前は二人で考えなさい。そんな。これは木という字。一緒に。木。救急車。そうね、救急車があったわね。それから きなこ餅。きなこ餅食べたいって、それは乗り物じゃない。あー、そうだったわね、ごめんなさい。他にもまだあったよ。汽車型幼稚園バスだよ。なんかちょっと無理があるような気もしますけど。そう、だって他に思いつかないんだもん。これはく、ご一緒に。くくくくくくりようかんじゃダメよね。そうだ、ほらほら、クリスタルエクスプレスっていうのがあったよね。そうね、クリキントン。じゃなくて、クリスタルエクスプレスがあったわね。それから、クレープ車っていうのあったわね。え、クレープ車？ねえ、それってもしかしてクレーン車のこと？そうそう、クレーン車、クレーン車。君はどうして食べ物から離れられないの？いいじゃないの、乗り物の名前が分かれば。ま、それもそうですけどね。
それはけ。さあ一緒にけ。けけけけ。ケーキなんて言わないよね。当たり前でしょ。血液輸送車。随分と渋いところを持ってきましたね。もっと素直なのが他にあるでしょう。例えば京成スカイライナーとか。あら、それだったら住む時にスカイライナーを出した方が素直じゃないかしら。ま、そうとも言えますね。その他に毛はないかしら。そうですね。キッ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 って笑ってる場合じゃないでしょ。これは5。ご一緒に5。こうね、困っちゃったわ。いや、そうか、こうあれだ。あれって何？それは小町です。それってもしかしてそう、君の困っちゃったわがヒントだったのだ。ずるい。でもいいわ、私も思いついたから。え、で何思いついたの？それはゴミ収集車です。ゴミ収集車はこうじゃないでしょう。だってしりとりの時はこうでもこうでもいいんでしょ。そう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 、こはこの仲間なの。この字の上に点々をつけるとごと読むんだ。そうなんだ。これはさ。せーの、さ。ダメです。さはね、さはあ、さくらという列車がありますね。あ、そうそうそう、さくら、さくら。それからほらほらほら、サンダーバードっていう列車もありますよ。ねえ隊長、もういつまで私たちだけにやらせるんですか。ま、真面目に考えているようだから許してあげましょう。やった。これはし。せーの、し。これって蒸気機関車でしょ。そうです、蒸気機関車のC62 です。そうか、 C の C ということですねそうなんです。でも C の C ってかなり厳しいんじゃないかしら。私は消防署の指揮候補者を選ぶわ。指揮候補者ってあんまり一般的じゃない気がしますね。あら、そうかしら。じゃああなたは C の文字が入ってる乗り物で何を選ぶの？そう、僕は青い海のそばを走ってるシーサイドライナー選びます。おお、さすが乗り物探検隊員だね。私の指揮候補者もいいと思うけど。でも、ちという字が分かればどっちでもいいじゃないですか。そっかしら。これはつ。さあ一緒につつといえば、僕はスーパービュー踊り子のつを選びますね。スーパービュー踊り子のつね、え、なかなかいいんじゃないですか。じゃあ私は大きな救急車スーパーアンビュランスにするわ。おー、君はスーパーアンビュランスの巣なかなかいいじゃないかと言いたいですけれども、同じスーパーの巣じゃないですか。あら、バレちゃいました。ねえ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 、隊長はどんな乗り物の巣ですか。隊長はですね、この列車スペーシアの巣です。さすが隊長。これはせ。ご一緒にせ。せというと何があるでしょうかね。せといえば、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 せと。寝台特急のせとのせですよ。そうですね、寝台特急のせとのせです。
隊長は知ってましたよ。本当かしら。本当ですよ。まあまあまあ、字を教えてもらってるから多めに見てあげましょうかね。そうね。ありがとう。これはソ。さあ一緒にソ。ソですか。そうですか。あれ、それで何が言いたいの？いや別に、ただソって読むんだなって感心してただけよ。そうなんだ。それならいいんだけど。そうでしょ。それからもういい加減にしなさい。ソってうるさいんですよ。うん、だってソっていう字を習ったから使ってみたかったんです。ソを使うのは乗り物の名前でしなさい。もしかするとソのつく乗り物を知らなかったりなんかして。ソニックのソ。ソニックのソ、よく知ってましたね。いや感心感心。さすがに乗り物の名前はよく知ってますね。当たり前でしょ。だって乗り物探検隊員ですからね。乗り物の名前であいうえおをするのってしりとりみたいで面白いですね。本当だね。よし、じゃあ今度は立ちつてと何ぬねのはひふへほ、これやってみましょう。これはた。ご一緒にた。たっていうと隊長のたもそうよね。そうだね、隊長のたもそうです。乗り物ではタンクローリーのた。そう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 、よくわかりますね。タンクローリーのたもそうですね。それにこの列車、タンゴエクスプローラーのタもあるわね。ほっほー、すごいな。タンゴエクスプローラーのタ、いいじゃないですか。これはチ。一緒にチ。チのつく乗り物は何かあるかな。このかわいい電車、チンチン電車のチ。チンチン電車は本当は路面電車って言うんでしょ。ねえ隊長、どうしてチンチン電車って言うんですか。ああ、いやだな、君たちにはこの美しさがないですかね。チン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 ってこの電車の警笛がチンチンって鳴るからじゃないですか。あ、なるほどね、警笛の音から来てるんですね。これはつ。言うよ、つ。さ、この列車つがつくのよね。何だったかしら。つばさでしょ。ああ、そう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 、つばさつばさ、そうだよね、つばさのつ。隊長、うん、この列車もつがつくんだよね。そうですよ、この列車もつがつきます。この列車はツバメのつ。もう今言おうと思ったのに。本当に知ってたの。もちろん知ってましたよ。本当かしらね。まあ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 、仲良く行きましょう。はい。これはて。一緒にて。これは蒸気機関車の王様 D51 ですよね。そうですよ。隊長、さっきの C62 の C を C にしたように D51 の D をテって言うんじゃないんでしょうね。違いますよ。この D51 のニックネームはデゴイチって言うんですよ。だからテに点々をつけてデゴイチなの。なるほど。
急のトワイライトエクスプレスだ。トワイライトエクスプレスのとね。その通りです。うわー、僕このトワイライトエクスプレスに乗ってみたかったんだ。私もだんだん調子が出てきたみたいですからね。また君たちだけで乗り物の名前を考えてみますか。できるかな。大丈夫、君たちは乗り物探検隊の立派な隊員ですからね。やるやる。なんて言ったって私たちは乗り物探検隊の立派な隊員ですもの。そうだよね。楽になった。なんか言いました。別に。これはな、ご一緒にな。なは何があったかしら。なナリタエクスプレスのなはどう。なるほど、ナリタエクスプレスのなね。あれ、この列車はラピートよね。そうだよね。わかった、ラピートは南海電鉄だから南海のななのよ。はあ、そうかそうか。これは2、行ってみるよ。2といえばこの列車、ニセコエクスプレスの2。そうね。九州を走ってる日輪というのもあるよね。そうよね。そして日輪にハイパーのついたハイパー日輪もあったわよね。なんか余裕みたいな名前だね。それに「う」のつく乗り物も思いつかないな。ね、隊長助けてください。どうしても「ぬ」のつく乗り物がわからないの。しょうがないな、この小さな船は。わかんないかな。カヌーの「ぬ」なの。これは「ね」、一緒に「ね」。あれ、この列車さっき出てきた成田エクスプレスよね。どうしてねのとこに出てきたのかしら。あ、わかった。ネックスのねだよ。ほらほらほら、成田エクスプレスのことをネックスとも言うだろう。そうか、私は成田エクスプレスってただの出たがりだと思っちゃった。これはのです。一緒にの。のとくれば新幹線の300系のぞみのの。やっぱりのぞみはかっこいいわね。ほんとほんと、見てるだけでいいよね。思ってたのに。ごめんごめん。
パは歯の仲間なんだ。歯の上に小さな丸をつけるとパと読むんだ。それでパワーショベルが出てきたんですよね。そうなんですよ。これは火、一緒に火。この列車はビスタカーでしょ。うん、ということはと火は火の仲間なんだ。じゃあ火に丸か点々がつくのね。うん、きっと点々だと思うな。だって点々がつくとブってなんか濁った感じで、丸がつくとパって濁ってなかったじゃない。きっとそうね。この列車は点々も丸もつかない火よね。そうだね、火だの火。これはふ、ご一緒にふ。この字はどこかで見たわ。あ、風船のふだわ。乗り物ではブルドーザ。ブって濁った感じだからふに点々がついてるのね。うん、きっとそうだね。この列車もブルーライナーだから点々のついたふだね。そうね。です。はいはい、そうでしたね。僕この北斗星にも乗りたかったな。あなたがこの北斗星に乗ってどこかに行ってくれると、私は北斗星に生するわ。なんか言いました。何も言ってない。このポンプ車もそうよね。うん、ポはポの仲間なんだよね。そうね。調子が出てきたじゃないの。でもね、カヌーのぬはちょっと苦しかったわね。わかっちゃいました。でもいいじゃないの、ぬがこれでわかったんだから。まあいいか。でもって次は何の字を教えてくれるんですか。今度はちょっと長くなりますよ。マミムネもヤユヨラリルレロワオ、これを勉強いたします。これはま、一緒にま。まはそうそう、マルチプルタイタンパーのま。またずいぶん専門的っていうかマニアックな乗り物だわね。だって僕たちは乗り物探検隊ですよ。専門的なものも知ってなくちゃ困るでしょ。うん、それもそうですけどね。丸の内線のマがあったわ。私は素直に丸の内線にするわ。そうそう、
女の子は素直が一番です。褒めてくれてありがとう。これはみです。一緒にみ。みはミニパトロールカーのみ。ふけいさんって憧れなのよね。でも君がふけいさんだったらなんか怖そうだな。あら、私がふけいさんになったら強きを助け弱きをやっつけるの。あれ、ね、それってもしかして弱気を助け強気をくじくっていうんじゃないの？だって強い人って怖いじゃない。ダメ、そんな人は不景さんになれません。はい。これはむ。ご一緒にむ。わーい、また僕の好きな寝台特急が出てきた。この列車はエルムだから、エルムのえ。絵は前に習ったでしょ。え、そうでしたね。じゃあエルムのむでしたね。さ、でもむっていう字も難しいわね。うん、そうだね。これは目。一緒に目。あれ、またツバメが出てきましたね。ツバメの最後に目がついてるからじゃないかしら。あ、そうだよ。隊長もいろいろ苦労して僕たちに字を教えてくれるんですね。そうね。でもね、同じ乗り物出さなくてもいいんじゃない。まあまあまあ、きっと隊長にとってはね、これしか思いつかなかったんでしょ。きっとそうね。これはも。一緒にも。今度は隊長もものつく乗り物を素直に出したじゃない。そうだね、モノレールのもだもんね。これはや。言ってみるよ。や。これは緑の線がついてるから山手線だわ。そうか、山手線のやですよね。そうよそうよ。時間が長いわね。うん、そのようですね。これは
一緒に。この乗り物はゆりかもめよね。そうそうそう、ゆりかもめのゆ。分かんないと思ってるんじゃないかな。隊長、いい加減にしてください。なんもそんな大きな声出さなくても聞こえてますよ。そうですとも、時間が長いのは君たちがすぐに分からないと困ると思ったからです。ゆりかもめくらいすぐ分かります。そうですけ。じゃあ今度は時間を短くいたしましょうね。これはよ、さあ一緒によっ。これは救急車でしょ。今はよっをお勉強してるのよ、木じゃないわよ。だからこれは四輪駆動救急車のよですよ。うーら、すぐわからなかったでしょ。ずるい。これはら、一緒にら。この列車にラがつきます。いとひと、この列車はライラックよ。ライラックのラ。その通り、よくわかりましたね。だってお花の名前がついてたから覚えてたの。いや、感心感心。この列車は伊豆の海岸を走っています。はい、リゾート21のりです。正解です。リゾート21のりはこう書きます。これはル。ル。この列車にルがついてるんですか。はい、ついてますよ。この列車はエーデル鳥取だから、エーデルのルね。ねえねえ隊長、うん、エーデルのついた列車もう一つありましたよね。ほほほ、ありますよ。これこれ、このエーデル北近畿がそうです。名前が似てるだけあって形も似てるわね。そうだね。今度は船ですよ。船の名前はよくわからない。僕もしょうがないな。この船はレインボーと言います。はあ、そうかそうかそうか、レインボーのレですね。そうです。これはロ。ご一緒にロ。なあ、これ僕知ってる。ローディングショベルのロ。すごい。そうですよ、よくわかりましたね。ローディングショベルって大きいんだよね。そうよね、隊長のうちなんかよりずっと大きいのよね。そうそうそう、そうだよね。小さなうちですいませんでしたね。いや、そういうつもりである。ごめんなさい。
長、この列車は日のところに出てきた日だですよね。そうだわね。ダメじゃん、トントントン。いいの、正式にはワイドビュー日だって言うんですよ。だからワイドビューの和なんです。隊長、結構そのパターン多いような気がしませんね。おおおお、そうだったかしら。次はこの字、おと読みます。お、あれね、乗り物が出てきませんね。おおおおお、隊長、おさすが乗り物探検隊員ですね。よくできました。あ、そうそう、今ね、あいうえおからおまでを勉強したんですけれども、これを五十音と言うんです。五十音の文字の組み合わせで言葉や文章ができてるんですね。そうそう、その通りです。でも五十も文字がなかったような気がするんですけれど気がつきました。そうなんです、五十ないんですよね。でもこれを五十音と言うの。まあ細かいことはいいじゃないの。ねえ、それにしてもなんかもう一つくらい足らないような気がするんだけど。そう言われればそうよね。ごめんなさい。あれ、ねえ、どうして隊長が謝るんですか。実はね、どうしても乗り物で浮かばなかった字があるんですよ。それはなんていう字なの。それはこの字。この字ですよ。うんと読むんだ。うん、2番目に運がついてるわ。うん、そうだそうだ。それに運と運って読み方も似てるし。そうか、運転手さんがあったね。運転手さんも乗り物にはつきものでしょ。そうですよ、もうやっぱり体調はどっか足らないところがあるんですね。まあいいじゃないですか。君たちだって字を読めなかったでしょ。だって私たちはまだ字を習っていないんだからしょうがないじゃん。まあそうですけど。ねえねえねえ隊長、僕たち一生懸命字のお勉強したんだからジュース買ってくださいね。わかりました。私オレンジジュースね。僕はね、カバジュースだよね。カバじゃなくてガバ、ガバジュースです。カバでも何でも飲めばいいでしょ。やったー。なんかうまくはめられたみたい。